どうもドライトです。前回ミニゲームのスペランカーバトルをコマンドブロック化した時の基本的なコマンドの作り方について紹介しましたが、今回は追加ルール部分の新機能について紹介します。まずは見学場所に着いた時にですね、こちらのチェストの中に弓と矢がありますが、これを回収しても何度も何度も回収できる方法でございます。なぜ中身が消えないかと言いますとですね、こちらガイアのチェストのコピーというのをやっております。これはですね、このようになっております。クローンコマンドを使ってやっております。そうすることでどんどんコピーされていってアイテムが消えないということになっております。そして中身がこちらでございます。はい、これが中身で、はい、このようになっております。文字も変わりません。これでコピーをずっとしているということになります。まずこちらがコピー元の支点、次にコピー元の終点、そして最後にコピー先になります。このコピー元の終点と支点は全く数値が変わっておりませんが、これは、こちらのチェストをずっと、これがコピー元になります。これだけですね。この1個だけはコピー元になるということです。コピー先をここにしてリピートのコマンドブロックを使えば常にこうやって、消えることなく回収できるという感じになります。ただし気をつけないといけないことはですね、たまに回収しようとしても回収できない時があります。その場合はですね、このようにボタンを押すと補充されるというコマンドに変えます。つまりこのようにですね、アイテムを取っても、ここは消えないんですけど、この補充ボタンを押すことで中身が補充されるというコマンドにすればいいかと思います。これは簡単ですね。ボタンの後ろに、このように、インパルスのコマンドブロックを使ってここのチェストを、ここにコピーするという形になります。なのでこちらはクローンですね、完全に。はい、クローンでコピー元、コピー先でリピートじゃないので1回押すごとに補充されるという感じになりますね。もしなくなったとしてもここで補充しようというふうになって補充がちゃんとされます。続いて撮影者だけクリエイティブ&透明化にする方法です。まずは自分がやられて透明化&クリエイティブにしたい場合ですね、このようになります。そしてクリエイティブになってこのように撮影に行けるという方法でございます。これは動画内にもなっておりますが、自分だけしかなっておりません。その方法をお伝えいたします。まずはこちらのコマンドでございます。撮影者を透明化というのでこういったコマンドになります。エフェクト@p でネームイコール自分の ID ですね。そして x イコールマイナス70で y イコール50、 z イコールマイナス440。これはですね、やられたらその場所に移動するんですよね。見学場所へ移動します。でその場所ですね、その場所で r イコール2で半径2メートル、こちらのセレクター引数はですね、撮影者で復活地点のところに行けばすぐに透明化になるという感じになります。はい、そしてこちらがクリエイティブにする、先ほどと同じですね。セレクター引数は先ほどと同じです。そしたら、クリエイティブと透明化が一気について宙に浮いて撮影ができるという風になります。このように名前指定ですね、ネーム指定をすることで、自分だけというのができます。続いて60秒経つと頭上に花火が上がる、あのシステムの紹介をします。まずは経験値を与えます。なので、この6秒ですね、6秒ウェイトの時にですね、こちら経験値を60増やす必要があります。内容はこちらでございます。XP60L で @A で全員レベル60にします。なぜすぐにやらないかと言いますと、こちらでですね、1回リセット、経験値をリセットするので、それと一緒になったらいけないということなので、6秒後にやるようにしました。なので、6秒後のこちらに、経験値60を増やすというのをつけました。続いて、経験値を減らす方法です。まずこちらの経験値を1ずつ減らすというコマンドブロックがあります。こちらはこのようになっております。まずこちら、XP-1L で、レベルを1ずつ減らします。次に@A でセレクターとなります。この XYZDXDYDZ っていうのが、バトルフィールドの範囲になります。M=A はゲームモードがアドベンチャーの方のみです。自分がクリエイティブになってたら一応それを範囲指定しないということです。そしてこれをゲーム開始と同時にやっていきます。
まずここで1秒間を測ります。4チック4チック1チック1チックで合計、10ですね。なのでこれで1秒になります。これぐるぐる回ります。で開始すると同時にまずここが開いてこうなります。そして次にここが来ます。はい、このようにですね、これで1秒間を測っております。ここで一瞬だけ電気を与える、パルサー回路を使っております。これはですね、はい、こちらの下にあります粘着ピストンを使って、そしてこちらの何でもいいんですよ、ブロックは何でもいいんで、ブロックを押したら、ここに動力を与えることで一瞬だけ、動力を与えます。それがパルサー回路になります。はい、このようにパルサー回路をやるんですけど、なぜここに金ブロックを置くかと言いますとですね、まずここがまあつながっていた場合ですね、でこのようになってまして、こうやってパルサー回路した場合、まあ、もちろんこう続くんですけど、ここを消してもこれはどんどん続きます。これを消すためにですね、これを1個消さないといけません。ここを消すことでやっと止まるんですよ。そのためにこれが必要なんです。でここでパルサー回路を使って動力を消したいなっていう時にここを引けば消えるんですよ。動力を一旦消すためにこのようにやっております。はい、ここにちょっと必要なんですよ、ブロックが、ということです。なのでここでパルサー回路して、試合が終わったらここも消して、ここの動力を消すというのが必要な作業となります。レベル60になってどんどんここでカウントダウンをしていき、レベルが0になったらの話をします。0になったら花火が上がるということなんですけど、まずここですね、打ち上げる条件というのがありまして、まあ、ここでずっとやってるわけですよ。レッドストーンブロックを置いて、ここで条件がありまして、 execute で @a で xyz ですね、 dx dy dz のところはですね、バトルフィールド内になります。見学場所は対象外とします。そして M イコール A はゲームモードがアドベンチャーモードのみの人にして、 L イコール0っていうのがですね、レベルが0になったらということになります。そしてセットブロックのレッドストーンブロックとありますが、どこに置きますかと言いますとですね、ここになります。でここでこのブロックは下にはですね、もちろんこのように粘着ピストンがありますので、ここでパルサー回路を行います。そしてパルサー回路を行って、またこの回路がありますよね、これがここになります。セットブロックのレッドストーンブロックというのがありまして、でここにレッドストーンブロックを置いてパルサー回路で花火を何回も何回も打ち上げるという回路になります。そしてここはセットブロックのレッドストーンブロックですけど、どこに置くかと言いますと、ここになります。ここでだいたいここ 4.8 秒間なんですけど、 4.8 秒、経った後にここのレッドストーンブロックを消すとかという作業になります。はい、それで、花火を一旦停止するということです。そしてここの GM と書いておりますが、ここは、花火を打ち上げますというセイコマンドになります。一応警告として一応出しておきます。それでどこに敵がいるかというのを探しましょう。そしてここで花火を打ち上げるわけですけど、花火のコマンドはこちらになります。まずはエクスキュートの @a でセレクター引数はバトルフィールド内にいるゲームモードがアドベンチャーモードのプレイヤーに対して、自分の位置から高さ10メートルのところから花火が打ち上がるというコマンドになります。ファイアーワークスロケットが花火になりまして、サモンで召喚するというコマンドになります。自分の位置から高さ10メートルのところから花火が打ち上がるというコマンドになります。それでは実際に実行してみましょう。ここを実行することで、まずはここのコマンドが、セイコマンドが出まして、レッドストーンブロックを、ここで1箇所2箇所置いていきます。こことここですね。そしてここの花火がこのクロックカイロで何度も何度も実行されまして、そして 4.8 秒後には、これレッドストーンブロックとここのクロックカイロが停止することになります。それではやってみましょう。はい、まずは実行で花火を打ち上げますと出ます。でここでずっと花火が打ち上がっていて、そしてここでここが来たら、こことここと最後のここのレッドストーンブロックが消えて、でもう一つありますよね。でこれがバトルフィールド内にいる、アドベンチャーモードのプレイヤーに対してレベル60上げます。そうすることでですね、もう一回0になったらまた花火が打ち上がる
というのを繰り返していくというコマンドになっていきます。これが、花火を打ち上げるコマンドになります。はい、ということで今回は追加ルール部分の新機能について紹介しました。ガイアの武器がどんどん増えていくっていうのと、60秒後に花火が打ち上がるというのを追加してみました。ぜひぜひ参考にしてください。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。